ね、ゴアテックスっていうのを聞いたことありますでしょうか、ね、今回別にですねゴアテックスの商品を紹介するわけではなく、なんとゴアテックスの大人の工場見学に行ってまいりました。イナリッシュ、はい、というわけでございまして、ね、大人の工場見学でございます。これね、実は一般にはやってなくて、特別なですね、資格を持ってる人しか行けないっていうですね、はい、ですからですね、その模様本邦初公開でございます。はい、映像変わらないでしょね、さっきも言ったでしょね、特別な資格を持った人しか受けられないですね。まあその大人の工場見学で、もちろん中身をですね見せることも秘密でございます。まあゴアテックスっていうですね、まあ生地の特性だとか、こういう商品があるよっていうような商品の紹介だとかですね、まあいろいろあったわけでございますけども、はい、まあねすごいっすわ。うん、ゴアテックスね、スキーウェアだとかカッパだとか、まあ登山用品なんかだと非常に人気ですね。でやっぱりすげえ機能があるんですけども、これねただのねカッパにしとくのはもったいないね。いろいろ見て分かりましたけども、ね、オールシーズンウェアと言ってもいいぐらいですね、まあ、年中着られる、もちろんカッパとしてももちろんですけども、そのウィンドブレーカーとしてもしかり、ね、オプションつけて防寒着としても着れるし、ね、でしかも何がすごいってお洗濯ができるんですよ、カッパなのに、ね、でしかも家庭用の乾燥機もかけられる。普通のコインランドリーの乾燥機だと温度高すぎておかしくなっちゃうんですけども、家庭用の乾燥機にかけられる、カッパだよだって、ね、でしかもその音でね、温度で温めると撥水効果も復活する。すげえね、もうな、今までただの高いカッパだと思ってましたけど、大人の工場見学行ってですね、まんまとゴアテックスの魅力にハマってまいりました。というわけでございましてね、あの機能性を見ると相当俺汗っかきですからね、そのうちゴアテックスを着てライブしようかもしれませんね。まあちょっと体重も最近増えてきてますけどね、サウナスーツみたいなイメージでやっちゃってもいいのかもしれません。まあそんなんしたら倒れちゃいますけどね、まあぜひぜひ、ね、ちょっとゴアテックス単なる高いもんだと思ってる方はね、そう言わずにぜひゲットしてみてください。というわけでございまして、今日はですね、映像は流れませんけども、大人の工場見学していきたいよでございました。イナリーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。シャス、はい、というわけでございまして、ゴアテックス商品ね、まあ、さっき言ったカッパとかね、スノーボードウェアっての有名なんですけども、紳士靴とか女性用のブーツなんかもあるわけです。でもね、今回僕はゴアテックスでこれ欲しいわと思った商品がこちら、べーん、はい、この布団ね、これね、掛け布団だけで7万円ぐらいするらしいですよ。まあ全セットでも10万円ぐらいかかるそうですけども、これね、機能性抜群だそうです。だからダニとかそういうゴミとかも入ってこないで、水蒸気だけ通しますから、蒸れずにいつまでも綺麗に使える、レイコップいらずの羽毛布団。ぜひプレゼントしてください。イナリッシュ。